はい、どうもシャープです。フラットです。ホタタです。ホルチャツです。それでは本日はお前から遊んでいきましょう。やっていこう。いきましょう。本日はエンチャントのテーブルを作ろうかなって思ってます。言ってたやつだね。来たね。よく分かってないけど、まあ、まだよく分かってないけど、ね、来たねとか言って顔はハテナだって言います。エンチャントはツルハシとかに耐久値が減りづらくなるとかの効果をつけられる、ね、そうなるほどね。つけられるやつで必要なのがエンチャントテーブルと本棚。それを作っていくと。そうで、エンチャントテーブルに必要なのがダイヤと黒曜石。まあ掘ってたら出るやつね。そうで、黒曜石がちょっと特殊なんだけど、マグマを水で冷やすと黒曜石になるっていう、はい、ダイヤのツルハシでしか取れないっていう。なるほどね。まあ、それね、ブランチマイニングしながらマグマ見つけたら取るっていう。おお、ブランチマイニング効率のいい鉱石を見つけるための掘り方。おお、一番いい掘り方があるのね。レッツゴー。こっちです。この倉庫の隣ここです。おい、あ、こいつはすぐ飛び込むんだ。いけ。いやー、すごいな。あいつ食べられないな。すごいね。やばーとか言って。ほっ。ちょっと怖かった。おお。おお。よいしょー。出てきた。ここ相当下なんだよね。ダイヤが出やすい深さっていうのがあるんだよね。そこまで掘ってあるから、あとは横に掘っていけばダイヤが出てくるっていう。なるほどね。進捗としてはこの辺全部掘ってて。結構掘ったね。すごいぞ。こんなに。この辺あたりだね。じゃあ行きましょうか。行こう。ダイヤを求めて。じゃあここ掘るね。はいよ。ここ掘れワンワン。この赤いのが出てきたら、これが鉄のツルハシ。おお、音が違うわ。あ、そっちの音が聞こえる。喜ぶがいい。それ経験値になるから。あ、そうか、経験値が必要なんだよね、そのエンチャントにね。そして風任せ。Oh my destiny。やっぱ出ないね。全然。そう簡単には出ない。そんな甘くない。甘くなかったか。これ甘くないわ。これ甘くない。これ甘くないわ、やばい。ダイヤを探せ。こっち立つ。ちょうど通り魔にやられた。こっち立つ。あかんぞ。これあかん。わっ、なんか行き着いたわ。お、なんか出て行き着いたね。おおお、ええ、お、あった。おお、お、それはいいね。ダイヤだ。ダイヤだ。ダイヤモンドだ。3つある。2、3、4。おお、いっぱいある。お、え、6、え、7、え、8。おお、やりました。これでツルハシ作れる。私がシャープです。やりました。さすがシャープ。出てきた。誰だ。ダイヤモンドのツルハシ。これ1個作ると。そう、うわ、ダイヤが3個もなくなるんだ。貴重だね。はいね。さあ、これおお、輝いているぜ。緑色だ。実はその頭ダイヤ製。ダイヤ製。ダイヤだったのか。貴重だな、こんなにいっぱい使っちゃって。ダイヤモンド達也。ダイヤモンドダストみたいな。じゃあこれで黒曜石を取れる準備ができたから、あとは水を持ってマグマを癒しに行きましょう。ちょっとダイヤモンドの道具まで使い始めたか。本当だね。で、水を流すんだ。行きます。お、クラットか。おお、これ乗れんの。乗れ、こんな取れるんだ。はい、ナイス。ああ、やっぱり。あ、でも手に入った。手に入った。怖っ。あ、こいちゃつ、こいちゃつ、こいちゃつ。ああ、最近ね、ちょっと野菜ジュースにハマってて。あ、確かに飲んでるかも。飲んでるね。なんか朝飲んでない。そう、1日分の野菜、あの、ほんと全部野菜の味がするやつ飲んでから、すごいお通じがすごい良くなった。あの、しっかりと効果が現れて、めちゃくちゃ良くなった。全然興味なさそうだな。弟は野菜好きじゃないもんね。嫌いだね。フラッターでもね、最近みんなにこう料理を振る舞ってくれるじゃん。シャプラの3時。いや、もう大惨事だ。大惨事だから。3時超えてきたからね。大惨事なんだよな。何かしらやらかしてるんじゃん、聞こえちゃうんだよ。役職大惨事。うめ。弟は棟梁だもん。棟梁だ。自覚がある。棟梁だ。こいつは？おじたつは一応ほらマネージャーじゃん。一応マネージャーなんじゃないの。どっか死ぬ担当だから。箱来た。いいね。これ作ってくれ。作った。おお、できた。エンチャントテーブル。おお、あったね。それ設置しないといけないんだよね。あ、そうだ、エンチャント用の場所俺作ったから。おお、みんなここだ。早いな。この階段の裏だ。おお、すごい。はい。おお、かっけえ。なんか周りに本棚を15個置くと効果が良くなるっていう。
なるほど。じゃあ置きましょう、早速。いいぞい。これで最後だ。なんかすごいよ。いいね。エンチャント部屋完成です。じゃあこれでダイヤのツルハシとかを入れて、置いて、ここに。ラピスラズリ。そう。何これ。これでなんか選べるんだけど、それは効率強化かな、選べてんの。ダイヤのツルハシは、まあ、効率強化と、あとの、なんだろうね、幸運とかも必要なのかな？ドロップ数が増えたりする。ああ、なるほどね。これ、必要なコストでレベルを要求してくるのよ。私のレベルは今12です。僕20。僕3。てかなかなかにさ、やっぱこれやられちゃダメなんだね、このゲーム。うん、そうね。最初のうちバコスかやられてたからね。うわーとか言って。なるほど、なるほど。こいつつ、こいつつとか言って、ごめん先に、ごめん先に、待って、こいつつ、すごいな、聞いたことあったな、そうだね、うまい、かっこいい、そう、これお、塞げ塞げ、塞がないとマグマ来るぞ、一緒に塞ぐんだ、てか俺やられる、どうしよう、飯を食うんだとりあえず、おナイス、おお、フラット、任せろ、すごいってやつは。すごすぎ、ギリギリで耐えて危うく大惨事よ。本当に大惨事。ダイヤのツルハシ、そしてラピスラズリ、おお、これだ、効率強化レベル3、おお、なんか水色になった。おエンチャント付きの武器はそうなるんです。え、かっこいい。耐久力で3もついたね。え、耐久3、効率強化3ついた。いいじゃん。おお、すごい。1について、よーい、スタート。え、もう早っ、もう違う。早い、早いね。え、早かったな。うわ、早っ、怖っ、うわうわ、すごいすごい、溶ける。すごい、クリンのようだ、これ。これがエンチャント、これがプリンだよ、これがプリンだ。よし、おい、何これ。じゃあエンチャントをつけた記念でケーキを作ってみました。イエーイ、すごい。これ食えんの？そう、右クリックでね、この状態で食べれんの。食べへんの、これで。そう、構えて、はい、構えて、さあ構えて、はい、じゃあ無事エンチャントできたということで、できた、ね、このケーキいただきましょう。乾杯。乾杯。違った。おおお、食べろ食べろ食べろ。え、すごいすごいすごい。え、なんか、え、ちょっとずつなくなっていく。これちょっと押すなって。あ、お腹いっぱいだと食べれない。あ、いっぱいだと。あ、本当だ。とりあえず良さげなエンチャントがダイヤモンドのツルハシにつけられたから、これでまあどんどんね、このダイヤモンドのツルハシ増やしていって、これで効率よくブランチマイニングやって素材を取っていきましょう。いきましょう。はい、今日良かったんじゃない、すごい。だいぶ良かったね。うん、楽しかった。なかなかさ、これレベルを保つっていうの結構大変じゃない。あ、難しい、難しいわ。うん、より命を大事にしなきゃいけないっていう気持ちになったね。やりました。うん、みんなのエンチャントだから、これが。確かに。この1本しか今ないけど、これみんなの力なんだから。うん、いいこと言うね。大事にしていこう。はい、というわけで今回これで終わります。ありがとうございました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 。よし、行くぞー。イエーイ、行くぞー、走れー、エンチャントだー。これこれこれ、ほるぞー、よし、行くぞー、ほれー、イエーイ。素材がとにかく足りないぞ。いけいけいけ、ブランチマイニングだ、いけーマイニング。さあ、みんな行くぞー、走れ走れ走れ、いけ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 、行くぞー、トーン、トーン。